サッカー J3 で優勝し J2 昇格を決めた愛媛 FC が昨夜活動報告会を開き、来シーズンへの決意を新たにしました。J3 優勝いたしました。松山市内のホテルで開かれた活動報告会。 J3 優勝を決めたトップチームの選手や今シーズンもなでしこリーグ一部で戦ったレディースの選手が入場し大きな拍手で迎えられました。この中で愛媛 FC の徳重キャプテンは、次の目標は J1 昇格、皆さんと新たな歴史を作りたいとさらなるステップアップへ決意を述べました。活動報告会にはスポンサーや行政関係者など120人が出席、愛媛 FC の選手やスタッフ70人と交流しました。もう1点差のゲームがねほとんどでね、選手もやりながらこんなプレッシャーを感じながらねやりたくないよっていうね、もう最後までハラハラドキドキやったんで、もう大変でしたけど、参加者はお気に入りの選手と写真を撮ったりサインをもらったりしながら楽しいひとときを過ごしました。愛媛 FC は今月9日に松山市の銀天街から大街道に向けて優勝パレードを実施、レディースは10日に女子サッカー日本一を決める皇后杯の4回戦を戦います。